ある日林の中、とんでもないものを見たそうな。鳥と昆虫の喧嘩？いや、どう考えても勝つのはスズメだろうな。勝利したのは軽量のカマキリ。こんな昆虫が勝つなんて。カマキリの強さに痛く心を打たれたアモンはカマキリの投法を熱心に研究し始めた。ファイティングポーズというよりはカマキリを真似ているように見えた。他の競技にはありえない考え方が存在する。格闘技にはあって他の競技には存在しないもの。野球とバスケットボールが戦うなんて絶対にありえない。人間の強さへの探求心はどこまでも深く、異種生物からついには想像上の巨大な昆虫へ、異種の世界から一周回って同種格闘技の世界へ踏み込んだ。こいつらには同じ昆虫界に天敵がいない。攻撃は強力で抜群にうまいが、ルミナ。バキさんが勝つ。難攻不落、完璧と思えた完全格闘家、その佇まいのあちらこちらに付け入る余地。時のそこここに見える確かなウィークポイント、体が対応している。なんか危なっかしくない。それはもうカマキリとカマキリというよりはもっと別な何か。鳥バーサス虫を見ているような。気がつくとその視線は水平よりも低く。100キロも実物大も一緒だ。バキさんも完全勝利だ。防水時のみご利用いただいている様子です。おホテルのプールをお気に入りいただいているご様子。時速20キロで流れる殺人プールか。自然を利用しているといえば聞こえはいいが、正直に申し上げますと完全な設計ミスでした。これではオリンピッククラスでも無理だろう。おお、かれこれ1時間ほど。時速20キロでか。最も消耗の激しいバタフライだぞ。アンマ裕次郎様、本日もご精が出るご様子で。バケーション中だぜ。何の用だストライダン。ジャンプしてではなくよじ登るものだろう。確かに100キロのカマキリなら猛獣もかなうまいからな。さすがはハンマの血というより君のライバル。こと格闘にかけては発想の次元が違う。あと殺されもせぬ、食われもせぬ実物の子犬にも劣る代物よ。その歴史は一発の銃声から始まりました。なんと今日現大統領ジョージ・ボッシュ氏がこのダラスでパレードを行うというのです。起死回生を狙った人気取りではないか。大多数の国民の反応は冷ややかと言えましょう。沿道の支持者の歓声に押されるように10倍と言われる警備に守られ、このパレードがボッシュ大統領の人気回復につながるかどうか。大統領がたった今何者かによって誘拐された模様です。総用心の少年が大統領を運び去ったのです。現場は大混乱に陥っています。ただ今犯人は付近のレストランに立てこもった模様です。ならば君が今行ったことへの十分な認識はあるはずだ。狙撃される窓がない、現場から近い。しかしこの建物は完全に包囲されている。あのモンスターに一体何の負けたんだろうね。私は知らせてやんなよ。外の人たちが心配している。何億ドル、いや何百億ドル。俺はこうして希望した場所に向かっている。大統領は約束を守った。一つは言わずと知れたアメリカ合衆国国防総省。建物の形が五角形ゆえ、あるいは全米から犯罪エリートが集まるゆえ、またの名をブラックペンタゴン。22067番異常なし。22068番体内に異物ある。頬の内側の細胞を採取し DNA の登録までするという。犯罪者の持つ個人情報の全てを登録する。犯罪者とはある意味 VIP なんだと気づかされる。ここには様々なものが収容されているのだが、君の緊密度は彼らをはるかに凌駕すると言えよ。おそらくは世界で唯一彼に会いたがる腕自慢命知らずは多いの。正直驚かされた。特別な犯罪を犯した者や刑務所内での傷害事件を起こしかねない者たちが入っている。目を合わせるな、取り込まれるぞ。この厳重さがそのままここに。おいらの彼氏になられハムとレタと前にね。
今まで通ってきた場所は何だったのか。とても監獄内とは思えない空間だ。ミスターオリバの扱われ方。ウェルカム、ミスターバキ。ほぼ遠方より来たる。また楽しからずや。最高級のジャスミンティーの2番茶だ。俺と戦ってくれ。今の俺にはそれが必要なんだ。史上最大の親子喧嘩。練習台にぜひ俺を。あええ話が。ここで一番喧嘩が強い。坊やは今日プロテストを受けたばかりの練習生ボクサー。世界チャンピオンとデビュー戦ってわけにはいかない。あなたの最大のミス、俺をこの部屋に入れたか。ごめん。相手は4071名のナンバー2。ここのルールは監視が優しく教えるだ。受刑者間にだけ存在する掟だ。もっと言うと刑務所のランクと俺は無関係なんだ。セカンの向かいにいる男が放った。セカンの向かいに座る男、井戸向きだ。君の国の国技相撲レスリング出身だ。総合格闘技に転向し、わずか数試合で日本でもアメリカでも喧嘩は負けなし。なんとも刑務所にいる連中は大抵そうだがね。周りの反応は冷たいっすね。何が起きるかをみんな知ってるからね。マジックじゃなくて力で乗り切るしかねえな。ミスターセク、不自由な中でのせめてもの自由。ここにいる者にと唯一の楽しみである食事。拳銃持たせりゃ負けても言い訳ができる。かわいそう。何一つ自由がない。世間は流儀を持たない。俺に相撲で勝った日か。もちろん、さっきのは相撲じゃない。君が望むなら相撲で勝負してもいい。監視君、彼と食後の運動をしたい。おあつらい向きの縁があるじゃないか。気にすることはない。ただの野獣馬だ。大相撲アリゾナ場所ドスコイ。動かせるはずがない。地面に立っているだけの君らではね。相撲で俺が負けた。耳の中に何かが入っ。こんなところでたった一人何をしている。本来なら警告なしで即発砲だが。てっきり実力ナンバー2だからミスターセカンだと思ったら。ミスターアンチェインの2代目。初代がまだいるぜ。ミスターオリバの時代は終わりを告げた。力だけで己の主張を通し続けている。オリバもボッシュも所詮はアメリカ人ってところか。ぐにゃぐにゃだ。ダンム飯だ。食事はパンとカップスープのみ。そもそもがこんな状態じゃスプーン1本使えやし。入所初日からえらい目にあっとるな。かつては南米の一離島に過ぎなかった。人口も2万人にも満たぬ小さな小さな国。英語ではジェイ・ゲバルで通って。もともとは盗みはやる、恐喝はやるの手のつけられん不良じゃった。希代の不良少年ゲバル君で肩がつくのだが、17歳、ゲバルに転機が訪れた。本土の人間が金と財力に物を言わせて、長老だろうが赤ん坊だろうが協力して物事に当たり、島民の誇りや文化が侵されていく始末。幼少期から祖父に青臭い正義感を振りかざそうとしたわけでは、一生の信念に裏打ちされた
ゲバルのプロジェクト。それほどゲバルの作戦は必勝を実感できるものだったからだ。メンバー全員の体に傷跡が増えなくなったこと。しかしこの行動を誰よりも嫌ったのは誰あろう。なんとかならんのかね、あの島。一発だろ、あんなちっちゃい島。リーダーと島民の思惑が統一されているならば、ジェームズ、いいのかね。アメリカ合衆国から亡命者を出してもいいのかね。世界の反たる合衆国がそねえ。差し当たり、島へ軍を投入しましょう。有無を言わせない。メディアはどうにでもコントロールできる。動くとプレジデントの頸椎が360度捻転することに。